こんばんは、平山茂です、今日はですね、10月10日日曜日でございます。現在時刻は夕方6時38分回りました。皆様、本日も一日お疲れ様でございました。お疲れ様です。今日もお仕事だったという方はね、本当にお疲れ様でした。本当にお疲れ様です。そしてお休みだったという方は、いい休日を過ごせましたでしょうかね。どんなところへ行って、どんなことをしたんでしょうかね。非常に気になりますね。私は気になる、とても気になる。どんなことを皆さんがしていたのか、私は気になってますよ。さあ、私はね、今日はお仕事でした。明日月曜日です。ね、月曜日でございますよ、明日は。ね、どうしたんですか？元気ないじゃないですか。明日月曜日、楽しみですよね。そんなことはないですか？そんなことはないですね。月曜日は、なかなか、楽しみってわけにはね、いかないんですよね。うん、わかります。僕もね、月曜日ってそんなに好きじゃない。そんなことないかな。まあ、どちらかといえば、いや、好きじゃない。でもちょっと好き。なんかね、週が始まってまたみんなの顔が見れるかもしれない。そんなことを考えるとね、まあ、とはいえ楽しみではないかな、うん、っていうね、っていう人がいるんじゃないかなと。なのでね、ちょっとね、楽しみをね、私なんとかね、作りたいなと。月曜日をどうにか楽しい日にしたい、楽しい日にしたい、そのように私は思います。なので、明日月曜日、ぜひこのチャンネル見てください。明日月曜日、もしかしたらあなたにいいことが起こるかもしれません。私、毎週月曜日はロト6企画をやっております。ロト6です。なんだ、ギャンブルか、そのように思った方もいるかもしれません。でも違うんです。ロト6は夢が叶うんです。はい、夢が、ね、叶うんですよ。明日はですね、明日はというか、まあ、毎週月曜日ロト6、毎週ね、5口買って、高額当選ね、高額当選したらチャンネル登録をしてくれている皆様に手渡しお配りしたいなと。まあ、欲しいという方ですよ。欲しい、ちょうだいっていう方に、手渡しでお配りします。そういう企画をね、してますので、ちょっとな、困ってるな、お金ちょっと困ってるな、そんな人はね、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。明日当たるかどうかは分かりません。でも私は買います、ね、長々と喋りましたけれども、とにかく大丈夫です。大丈夫だから、あなたはね、大丈夫なんです。大丈夫、それが言いたい。とにかく私はそれが言いたいだけなんです。はい、なのでね、明日ロト6ね、ちょっと情報だけ言うと、キャリーオーバーが今8億円貯まっております。8億円分のキャリーオーバーがありますので、最悪ね、私が1等いただきまして、もう一人ね、1等がいても、まあ、4億と、そのような形で、かなり1等を取ればですね、かなりの高額な配当金、賞金がゲットできるということなので、皆様にもその分多く渡せるということになります。ぜひ僕に夢を託してみてはいかがでしょうか、ということで、そんな話をしました、ね、大丈夫ですから、大丈夫なんです。まあ、外れても大丈夫です。どっちでも大丈夫なんです、結局。うん。ただね、明日を楽しくしましょうよ。明日を楽しく。うん。月曜日は楽しいのである。はい。大丈夫ですね。そんなことです。平山茂は、ポンコツですが、ロト6が当たるか当たらないかは、関係がないんです。なのでね、楽しく行きましょう。楽しく
大丈夫ですから。大丈夫ですから。ちょっと長いですね。5分も喋りました。ね。大丈夫ですから。行きましょう。明日、楽しく、楽しくお待ちくださいね。絶対に、必ず当ててみますから。ちょっと言えてません。必ず当ててみますから。私が。ということで、また明日お会いしましょう。ね、今日は、ぐっすり寝てくださいよ。美味しいご飯も食べたと思いますから。ね。一人暮らしだったとしても、美味しいご飯は食べれます。食べたはず。食べてますよね。うん。大丈夫だ。ではまた明日。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。平山しげるでした。またね。おやすみなさい。ポチッ。